おはようございます。赤尾です。本日は朝の目覚めよう怖い話156をお送りいたします。では、早速。もう10年くらい前、俺がまだ学生だった頃の出来事。当時友人 A が中古の安い軽を買ったので、よくつるむ仲間内とあちこちドライブへ行っていた。その時に起きた不気味な出来事を書こうと思う。ある3連休、俺たちは特にすることもなく、当然女っ気もあるわけもなく、意味もなく俺、A、B で集まって A のアパートでダラダラとしていた。そしてこれもいつものパターンだったのだが、誰となくドライブへ行こうと言い出して、目的地もろくに決めず出発することになった。適当に高速へと乗ると、なんとなく今まで行ったことのない方面へと向かうことになり、3、4時間ほど高速を乗り、そこから適当に一般道へと降りた。そこからさらに山の方へと国道を進んで行ったのだが、長時間の運転で A が疲れていたこともあり、どこかで一旦休憩して運転手を交代しようということになった。しばらく進むと、車が数台駐車できそうなちょっとした広場のような場所が見つかった。場所的に冬場、チェーンなどを巻いたりするためのスペースだろうか？とりあえずそこへ入り、全員降りて伸びなどをしていると、B が。なんかこの上に定石があるらしいぞ、行ってみようぜ。と言ってきた。B が指さした方を見ると、ボロボロで長いこと放置されていただろう木製の看板があり、そこに、〇〇定石、徒歩30分。と書かれ、腐食して消えかかっていたが、手書きの地図のようなものも一緒に書かれている。どうも途中に定石以外に何かあるらしいのだが、消えかかっていてよくわからない。時間は確か午後3時前後くらい、徒歩30分なら暗くなる前に余裕で戻ってこれるだろう。俺たちはなんとなくその定石まで登ってみることにした。20分くらい細い山道を登った頃だろうか、途中で道が二手に分かれていた。看板でもあればいいのだが、あいにくそういう気の利いたものはなさそうで、仕方なく勘で左の方へと進んでみることにした。すると、先の方を一人で進んでいた A が上の方から俺たちに。おい、なんかすげえぞ、早く来てみろ。と言ってきた。俺と B はなんだなんだと早足に A のところまで行ってみると、途中から石の階段が現れ、さらにその先には、定石ではなくおそらく長いこと放置されていたであろう廃寺があった。山門や塀、鐘などは撤去されたのだろうか、そういうものは何もなく、本殿は形をとどめているが、鐘楼やいくつかの建物は完全に崩壊し崩れ落ちている。本殿へと続く石畳の間からは雑草が生え、砂利が敷き詰められていただろう場所は、一部ほとんど茂みのような状態になっていた。ただ不思議なのは、山門などは明らかに人の手で撤去されたような跡があったにもかかわらず、残りの部分は撤去もされず朽ちていて、かなり中途半端な状態だったことだ。時間を確認すると、まだまだ日没までは余裕がありそうだ。俺たちはなんとなくその廃寺を探索することにした。が、周囲を歩き回っても特に目につくようなものはなく、ここからさらに続くような道も見当たらず、多分さっきの分かれ道を右に行くのが正解なんだろうなぁと話していると、本殿の中を覗き込んでいた B が、うほ、と声を上げた。B の方を見ると本殿の扉が開いている。話を聞いてみると、ダメ元で開けてみたらすんなり開いてしまったという。中は板敷きで何もなくがらんとしている。見た感じ結構綺麗な状態で、中に入っていけそうだ。中に入ってみると、床はかなり埃だらけで、おそらくだいぶ長いこと人が入っていないのがわかる。なんとなくあちこちを見回していると、床に何か落ちているのが見えた。近づいてみると、それは埃にまみれ基板でしわくちゃになったわしのようで、そこにはかなり達筆な筆書きで、うたて沼、と書かれていた。なんだなんだと A と B も寄ってきたので、俺は二人に紙を見せながら、うたてって何？と聞いたのだが、二人とも知らないようだ。そもそもこの寺には池や沼のようなものも見当たらない。本殿の中にはそれ以外何もなく、うたて沼の意味もわからなかった俺たちは、紙を元あった場所へ戻すと、定石へ向かうために廃寺を後にした。元来た道を戻り、さっきの分かれ道を右の方へと進むと、すぐに山の頂上へとたどり着いた。ここには朽ちた感じの案内板があり、〇〇定石本丸、と書かれている。どうやらここが目的地のようだった。山頂はかなり開けた広場になっており、下の方に市街地が見えるかなり景観のいい場所だ。と、なんとなく下の方を見るとさっきの廃寺も見えた。
3人でさっきの廃寺って結構広い敷地なんだなぁなどと話していると、あることに気がついた。寺の庭を回った時に一切見かけなかったはずだが、庭の端の方に直径数メートルくらい、大きな黒い穴のようなものが見える。あんなものあったっけ？と話していると、寺の庭に何か小さな動物が出てきていた。そしてその動物が庭の中を走り出した瞬間、その穴のようなものが動いて、まるで動物が穴の中に消えてしまったように見えた。わけがわからない現象を目の当たりにした俺たちは、今あの穴動いたよな？なんだあれ？と唖然としていると、さらにとんでもないことが起きた。その物体が突然宙に浮くと、かなり高い距離まで登りそのまま移動し始めた。その時になって、俺たちはあれが穴などではなく、真っ黒で平面の、なんだかよくわからない物体であることに気がついた。その平面上の物体は結構な高さを置いて、俺たちが来た道の上を山頂へと向かって進み出した。その時、おそらく移動する物体にびっくりしたのだろう。木の間から大きめの鳥が飛び出し、中央区平面上の物体とぶつかった。が、鳥はそのまま落ちることも物体を通り抜けることもなく消えてしまった。何が何だかわからないが、とにかくあれは何かヤバそうなものだ。そしてそのヤバそうなものは、明らかに俺たちの方へと向かってやってきている。そのことだけは理解できた。とりあえずここからすぐに退散した方が良さそうだ。三人でそう話して気がついた。あの物体は俺たちが登ってきた道沿いにやってきている、ということは、来た道を戻れば確実に鉢合わせしてしまうということだ。とりあえず逃げようと言ったはいいが、どうしたらいいのかわからない。すると、B が、ここ通れそうだぞ。と茂みの方を指さした。そこへ行ってみると、近くまで行かないとわからないであろうくらい、細い獣道のようなものが下へと続いている。ただし、この道がどこへ続いているか全くわからない上に、俺たちが登ってきた道とは完全に反対方向だ。当たり前のことだが、逃げれるには逃げれるが車からは遠ざかることになる。そのことは A も B もわかっていたのだろう。この獣道を下るかどうか躊躇していると、突然耳に違和感を感じた。感覚としては、車で山を登っていて気圧差で耳がおかしくなる感じが一番近いだろう。A も B も同じ違和感を感じたらしく戸惑っている。その時俺はふと下の方を見た。すると、例の物体はもうすぐそこ、おそらく二の丸であろう平地の部分までやってきていた。もう迷っていられるような余裕もない。俺は二人に、もうあれがすごくそこまで来ていることを伝えると、思い切って獣道のある茂みを下ることにした。二人もそれに続き、ほとんど茂みをかき分けるように道を下っていくと、後ろの方から A が、やばい、もうすぐそこまで来てる。急げ。と言ってきた。俺が後ろを振り返ると、例の黒い物体がもうあと10メートルくらいのところまで近づいてきている。俺たち三人は、もはや草や木の枝をかき分けることすらやめ、がむしゃらに獣道を駆け下りた。どれくらい走っただろうか、しばらくすると木の間から舗装された道路が見えてきた。俺たちは泥だらけになりながらも必死でほとんど転がるように道を下り、なんとか舗装されたところまでたどり着くことができた。その時、突然金属質の耳鳴りのような音が聞こえ、ついで後ろから、と何かが弾けるような音が聞こえてきた。びっくりして後ろを振り向くと、そこには例の黒い物体はなく、爆竹か何かを破裂させたような、そんな感じの煙が漂っているだけで、俺たちは呆然としてしまった。その後、民家もないような山道を散々迷い、ほとんど真っ暗になる頃に、やっと最初に車を止めたところまで戻ることができた。結局その後もあれが何だったのかはわからない。そもそもあんな体験をして、また同じ場所へ戻る勇気などなかったし、そんなことをしても俺たちに何の得もなかったからだ。うたてが何なのかわからないなぁ。文章から推測できる限りでは、生き物と空気、を飲み込んでるのか？うたて死沼。感じが悪い沼。嫌な沼。嘆かわしい沼。沼は吸い込むものだから、多分その妖怪じみたものの故障だろう。有効、かと思った。生きたブラックホールみたいだなぁ。バニラアイス？これ、東南アジアの森の中で、苔だか花だかに追いかけられた話に似てるね。こういう話は大好きだ。読んでて同じこと思ったよ。エヴァに出てくる平面の人を思い出した。ほう、うたて沼ねえ。ほう、うたて沼。ほう、うたて沼。ほう、うたて沼。ほう、うたて。ほう、うたて。
俺はど田舎で兼業農家をやってるんだが、農作業やってる時にふと気になったことがあって、それをうちのじいさんに尋ねてみたんだ。その時に聞いた話が個人的に怖かったので10日。農作業でビニールシートを固定したりする時などに、木の杭を使用することがあるんだが、うちで使ってる木の杭には、すべてある一文字の漢字が彫り込んである。今まで特に気にしていなかったんだが、近所の農家で使ってる杭を見てみたところ、そんな文字は書いてない。うちの杭とよその杭を見分けるための目印かとも思ったのだが、彫ってある漢字は、うちの名字と何の関係もない字だったので不思議に思い、うちのじいさんにその理由を聞いてみた。じいさんの父親、俺のひいじいさんにあたる、から聞いた話で。自分が直接体験したことではないから、真偽のほどはわからんが。との前置きをした後、じいさんはその理由を話してくれた。大正時代の初め、じいさんが生まれる前、ひいじいさんが若かりし頃の話。ことの発端は、ひいじいさんの村に住む若者二人、A、B が、焚き火を求めて山に入ったことから始まる。二人は山に入り、お互いの姿が確認できる距離で、焚き火集めに勤しんでいた。正午に近くになり、A がそろそろ飯にするかと、もう一人にと声をかけようとした時だった。突然 B が、人間にかくも大きな叫び声が上げられるのか、と思うほどの絶叫を上げた。突然の出来事に A が呆然としている中、B は肺の中空気を出し切るまで絶叫を続け、その後がくりと地面に崩れ落ちた。A は慌てて B に駆け寄ると、B は焦点の定まらないうつろな目で虚空を見つめている。体を揺すったり、頬を張ったりしてみても、全く正気を取り戻す様子がない。そこで A は慌てて、B を背負うようにして山を降りた。その後、一日経っても、B は正気に戻らなかった。家族の者は山の者の家にでも疲れたのだと思い、近所の寺に連れて行きお祓いを受けさせた。しかし、B が正気に戻ることはなかった。そんな出来事があってから一週間ほど経った頃、昼下がりののどかな農村に、身の毛もよだつ絶叫が響き渡った。何事かと近くにいた村の者が向かってみると、たった今まで畑仕事をしていたおぼしき壮年の男が、虚空を見つめ放心状態で立ちすくんでいた。駆けつけた者が肩を強く掴んで揺さぶっても、全く反応がない。先の B の時と同じだった。その後、家族の者が医者に見せても、心神喪失状態であること以外はわからず、近所の寺や神社に行ってお祓いを受けさせても、状況は変わらなかった。迷信深い年寄りたちは、山の者の毛が里に降りてきたのだと震え上がった。しばらくすると、ひいじいさんの村だけでなく近隣の村々でも、人外の者とも思える絶叫の後に、心神喪失状態に陥る者が現れ始めた。しかもそれは、起こる時間帯もまちまちで、被害に遭う人物にも共通するものが何もなく、まさしく無差別といった様相だった。ひいじいさんが会議に出くわしたのはそんな時だった。その日、ひいじいさんは弟と二人して田んぼ仕事に精を出していた。夕方になり仕事を終えて帰ろうとした時、自分が耕していた場所に、木の杭が立てられているのが目に入った。つい先ほどまではそんなものは全くなく、それは忽然と眼前に現れたとしか言いようがなかった。突如として現れた木の杭を不思議に思い、まじまじと見つめていたひいじいさんだったが。誰だ？こんなふざけたことをしたのは。とわずかな怒りを覚え。こんな邪魔なものを、他人家の田んぼにぶっ刺しやがって。そのうち。邪魔だ、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 邪魔、邪魔邪魔。杭を今すぐにでも引き抜きたい衝動で頭が埋め尽くされたようになり、その衝動に任せて、力いっぱいその杭を引き抜こうとしたその時、弟に肩をつかまれ我に返ったという。落ち着いて辺りを見渡してみると、先ほどの杭はどこにも見当たらなかった。弟に問いただしてみたところ、弟はそんな木の杭は全く見ていないという。一緒に帰ろうとしていた兄、ひいじいさんが、ふと何かに目を留めた素振りを見せ、何もない虚空を見つめていたかと思うと、何もないところで、何かを引き抜くときするような、腰をかがめて力をためる姿勢をとったので、何をしているのかと肩を叩いたのだという。その時にひいじいさんは、昨今村を騒がせている出来事を思い出し、もし弟に止められることなく木の杭を抜いてしまっていれば、自分も廃人同様になっていたに違いない、ということに思い至り、肝を潰したのだそうだ。
そんなことがあってからしばらくして、ひいじいさんの住む村での犠牲者が10人を超えた頃、村長と村役たちによって村人が集められた。村長は昨今の出来事に触れ、それがこの村だけでなく近隣の村でも起きており、現在、近隣の村々と協議し、会への対策を進めている最中であることを村人たちに伝えた。解決するまでには今しばらく時間がかかるとのことで、それまでの会に対する当面の対処として伝えられたことは、見慣れない木の杭を見かけても、決してそれを引き抜かない。ということだった。ひいじいさんの予想は当たっていた。さらに村長は、農作業で使用する杭には、自分たちが打ち込んだものであることが明確にわかるように、何らかの目印を彫り込むように。と続けた。これは、自分が打ち込んだ杭の中に、霊の杭が紛れ込んでいた時に、誤って引き抜いてしまうことへの防御策だった。ひとしきりの説明を聞いて、今の事態を引き起こしているのは何者なのかを問う者がいたが、村長は、人の運用、動物霊や物のけといったものの類ではないこと以外は、よくわからない。影響範囲が広範なことから、非常に力を持った何かだとしか言えないのだ。と答えるのみだった。仮に被害に遭ってしまった場合は何とかなるのか。という問いに対しては、二度と元に戻すことは決してできない。そうなったものをお払いをしてもらいに行った時に、とある神社の神主に言われたのだ。彼には払うべきものは何もついていないと。と、村長は答えた。神主が言うには、あれは狐に疲れたりしたせいであのような状態になっているのではなく、今の事態を引き起こしている何かの力の一端に触れたせいで、心が壊れてしまった結果、この状態になっているのだそうだ。つまり、何かの影響下にあって心神喪失状態に陥っているのではなく、何かの影響を受けた結果が心神喪失状態であるため、寺だろうが神社だろうが、どうすることもできないということらしい。最後に村長は、杭さえ引き抜かなければ、何も恐れることはない。と締めくくり、冷静に対処することを村人たちに求め、解散となった。村人たちが去った後、ひいじいさんは自分がその体験をしたこともあってか、村長のところに行って、その何かについて、なおも食い下がって問いただすと。幽霊や物のけや人の祀る神様と人との間には、曖昧ながらもお約束というべきものがある。相手の領域にむやみに立ち入らないことだったり、定期的に祈りを捧げたりとな。彼らはそれを破った者にはたたりをなすが、約束事を守る限りは問題はない。しかし、今回の事態を引き起こしている何かに、それは当てはまらない。聞いた話ではその何かは、自らがあるがままに、ただそこにあるというだけで、人を正常でいられなくし、発狂させるほどの影響を与えるのだそうだ。わしもそこまでしか聞かされていない。呪ってやるだとか祟ってやるだとか、そういう意図も持たないにもかかわらず、存在そのものが人を狂わせる。そういうものに対しては、人は必要以上に知らない方がいいのかもしれん。と言い残し、村長は去っていったそうだ。それからしばらくして、ひいじいさんの住む村で神社の建立が始まった。会議による犠牲者は、近隣の村々を含めて出続けていたが、その数は収束に向かっていき、神社が完成した頃には全く起きなくなったという。今にして思えば木の杭は、何かを封じた霊的なまじないの類で、それを引き抜いてしまったことで、何かの力の一部が解放され、それに触れた人間が狂ってしまう、ということだったのかもしれん。神社が建てられたことで、その何かは再び強固に封印され、怪異が起きなくなったということなのだろう。と、ひいじいさんは、じいさんに話してくれたそうだ。そんな経緯で、うちで使う木の杭には、うちのものであることを示す目印を今でも彫り込んでいるんだそうだ。近所ではそんなのを見たことがないことを指摘してみたら、人ってのは喉元すぎるとなんとやらで、今ではあんまりやってる家を見かけないが、この近所だと、どこそこの S さんとことか、M さんとこは今でもやってるから、見てくるといいぞ。とじいさんに言われた。見てきてみると、確かに S さん家と M さん家で使ってる木の杭には、漢字一文字の彫り込みがあった。今でもやってる家ってのは、大体が犠牲者を出した家か、その親族の家だろうな。とはじいさんの段。終わりか？木の杭を引き抜いたら廃人になる。原因も理由もわからんってのがなんとも怖いな。ああ、上ので終わりだ。結局、じいさんの聞いた話では、明確な原因はわからんのだそうだ。ただの迷信かもしれんが、話を聞いてしばらくは、うちの畑でビニールシートに刺してる木の杭に、
掘り込みがなかったらと考えただけでもガクブルだった。取り憑かれたわけではなく、単に何らかの原因で精神を壊されるってのが逆に興味深いな。その漢字一文字ってのは、目印としての役割だけで別に何でもいいのかな？その杭の漢字一文字っつうのは、美、とか？単純に、自分が打ち込んだ杭だ、っていう目印の役割だけらしいんで、別にどんな漢字でもよくて、文字だけじゃなくてマークとかもあったらしい。ところで、私は、ちょっと変なことを思うんだけど、もし、寝ている時に、夢でその木の杭を引き抜いてしまったら、どうなるんだろう？この話には、そういう例はなかったみたいだけど、もしそうなったら、寝たまま廃人になってしまうのかな？それに、もし、くねくねを夢で見て凝視してしまったら？こんなこと思うのは、私だけなんだろうな。それにしても、ただそこにあるだけで、人を狂わせる、そういう存在って、いるんだね。今は、固く封印されてほとんど忘れられているけど、人間には想像もつかないそういう力があるんだということを、知ってることは、いいことなのかな、どうなんだろうな。こちらは実際に遭遇するということが鍵なので、夢で見ても問題はないと思うよ。夢で見て発狂するなら読んでいる最中に情景を想像するだけで発狂しているはずだからね。神社は封印するためじゃなくて祀るために建てたんだと思うよ。表現は悪いけど、野犬を野放しにしておくんじゃなくて、犬小屋を作ってみんなで世話をするような感じかな。人間はどんどん人口を増やして神や動物たちの領域を犯しているんだから、謙虚に生きなければいけないと思う。メインになる神社の他に、式の形を取った祠、イコール杭をいくつか建設したんだろうな。俺は寄生虫の類かと思った。目の裏側や脳神経を食い荒らすタイプがいるとナショジオでも見たので。寄生者多すぎ。神経ガスかと思ったが寄生虫の方がしっくりくるね。犠牲になった人たちはその後どうしたんだ？発狂したままなのは分かったがその後どう過ごしていたのか、あるいはどう扱われたのか個人的に一番気になった。二度と元に戻らないと言い切られてるし、生きているだけで人形みたいな状態なら、その末路は、まあ、そういうことだろう。木の杭を引き抜かずに掛け屋でもっと落ち込んでみたらどうなんだろう。大した話じゃないと思うんだけど、地元で伝わる不老不死の人の話を少ししてみます。その不老不死の人は風来さんって言うんだけど、風来坊から来てるらしい。風来さんの話を聞いたのは、幼稚園に通ってた頃、ひーばあちゃんが亡くなる時にその話を聞かせてくれた。ひーばあちゃんは亡くなる直前まで元気でピンピンしてた。でも、亡くなる一週間くらい前からか、もうすぐ自分は死ぬんだと家族に言っていた。だからといって元気がなくなったり寝たきりかって言えばそんなことはなくて、それまで通りピンピンしてた。ひーばあちゃんの部屋に弟と二人で呼ばれて行ったらひーばあちゃんは、風来様にまた会いたい。と言い出した。風来様って誰？って聞くと、風来様は不老不死の人だ。と教えてくれた。ひーばあちゃんが小さい頃に会ったことがあって、たまに地元に帰ってきてはもてなしを受けていたらしい。ひーばあちゃんが会った時の風来様は30歳くらいの外見だったよう。それからひーばあちゃんは風来様について話し始めた。風来様は、もともとその地に住むアイヌ人らしい。本当の名前はもう誰も知らないみたいで、本人に聞いても、風来坊とでも呼んでください。としか言わないらしく、それで風来様になったらしい。あとは、聞いた話だから本当かはわからないけど続けます。風来様はもともと、普通の人だったらしい。ある時、集落の付近になぜか熊がたくさん集まってきたことがあった。このままじゃ、いつか襲いかかってくるかもしれないけど、アイヌ的に、熊ってのは神様みたいなもんだからどうにもできない。イヨマンテっていう儀式だかお祭りでは熊を食べたりするらしいんだけど、その時期でもないし、困ったなって時に、ついに熊が集落の女性を襲って食べてしまったらしい。その女性っていうのが風来様のお母さんだったらしい。それで風来様はそれまでの温厚な性格からは想像できないほど怒り狂ったらしい。そのまま山に入っていった風来様は数週間戻ってこなかった。で、風来様が戻ってきた時、女性を食べた熊を殺して毛皮だとかを持ってきた。敵討ちなのはそうなんだけど、熊ってのは神様だから集落の人から大バッシングを食らった。神様のたたりを恐れた人たちが、風来様を縛り上げて、生贄にするために山の中に放置した。
案の定、熊が風雷様の周りに来て、襲いかかってきたところで風雷様は諦めてしまった。でも、その熊は風雷様を食べないで、話しかけてきた。お前には、死ぬよりも苦しい罰を与える。って言って、その熊は風雷様を縛っていた縄を噛みちぎって立ち去ったらしい。それから、風雷様は自分の集落に戻ったんだけど、そこではやっぱり集落の人にボロクソ言われて、弁明の余地なく、風雷様はその地を去ることにした。それから風雷様は、各地を渡り歩いてはいろんなことを勉強して、何十年かに一回、その地に戻ってきては、新しい技術だとかを伝えてきたらしい。その時はもちろん身分を隠していたようで、最初のうちは、大人はみんな自分のことを知っているから、子供とかにこっそりやり方とかを教えていたらしい。ここまでが聞いた話です。それから長い間そういうことが続いて、ひいばあちゃんが子供の頃に来てからは、風雷様はまだ戻ってきてなかった。結局、ひいばあちゃんが生きてる間に風雷様は来なかった。風雷様は熊のせいで不老不死になったってこと？そうみたいだね。熊っていうか神様なんだと思うけど、アイヌにとって熊は神様の化身。だから、その神を殺した罰に、生き続けて苦しみ続けろってことだと私は勝手に解釈してるよ。ちょっと時間は進んで、私が小学生の時。私の地元では、お盆の時期からは山に入っちゃいけないって言われてた。その時期は、山が一番力を使う時期だから、山に入ってしまうと、山に吸収されて戻ってこられなくなるかららしい。まあ、実際は熊が冬眠に向けて食べ盛りだから危ないってことだと思う。小学生の時、ほんの肝試し的な感じで仲の良かった友達とで山に入ったことがあった。その辺になってる桑の実とかコクワとか食べながら、全然大したことないじゃん、とか余裕こいて歩いてた。ちょっと開けたところでひとしきり遊んで、そろそろ帰ろうかってなって異変に気づいた。さっきまで見えていたふもとの家とかが見えなくなってた。暗いわけじゃないのに、気しかなくなってた。山と下る方向にいくら歩いても出られなくて、もうみんな泣きながら歩いてた。最終的に、もう歩くのをやめてみんなで座り込んで泣いてた。帰れなくなって、夜になったら熊に食べられてしまうって。そうしてから10分も経たないうちに、近くで草が揺れる音がした。みんな一瞬静まり返ってそっちを見た。近づいてくる音はするけど草も揺れないし姿も見えない。もうみんな怖すぎて声も出なかった。ちな私は漏らしてた。そしたら、音がしてたのとは違う方から大きい影が出てきて。ほら、お前ら何しとる？って話しかけてきた。その影は大きくてほぼ熊だった。毛むくじゃらで大きくて、熊そのものに見えた。でもよく見てみると人の顔をしていて、ヒゲとか眉毛とか毛がすごい、大きい男の人だった。その人に連れられて歩いていくと、なんとはなく山を出られて。もう山に入るな。と叱られた。みんなそのままそこで別れて帰宅したんだけど、その大男はすぐに山に戻って行ってた。それを帰ってから親に話すと、山に入ったことは怒られたには怒られたんだけど、それよりその男の方に興味がいっていて。風雷様じゃないのか？って言ってどこかに電話して、じいちゃんと父さんは二人で慌てて出かけて行った。ばあちゃんは、怖かったなぁ。とか、風雷様が助けてくれたから、今度会ったらお礼言わないとね。とか言ってた。結局、じいちゃんと父さんは数時間後に戻ってきて、ばあちゃんと母さんと4人でちょっと話をして、母さんを残して3人は公民館に出かけて行った。なんでも、風雷様を迎える準備をしに行くらしい。母さんは残って私と弟を寝かしつけて、それから向かったようだった。それから、1週間くらい昼夜問わず公民館で宴会が開かれた。昼間は仕事があるから全員ではないけど、必ず何人かはいるようにして料理も切らさないで、いつ風雷様が来てもいいようにしてたらしい。私たちも、学校帰りに寄って料理を食べたりした。その時、風雷様が来たのかは覚えてないけど、なんか近所中がとても賑わってた記憶がある。中途半端かもしれないけど、これで一応終わりです。なんでばあちゃんピンピンしてたのに一週間前から死ぬって言ってたの？なんか、お父さん、ひいじいちゃんが迎えに来たって言ってたような気がするけど、その辺はよくわかんない。死因としては老衰だったと思ったけど。貴重な体験をしたな。ちょっと羨ましい。アイヌってことは北海道だよね。面白いっていうか興味深いお話だね。
このオチもないけど不思議な感じの話って結構好き。あるコンビニの話なんだけど、誰か聞いてくれないか。いや、今日たまたまその被害者と思ってた店員さん見かけたから話したいだけなんだけど。まあいいや、勝手に話す。そのコンビニ、ローマルーンは今年オープンしたんだよ、確かね。周囲は少し高級なマンションと、ガチ高級マンション、近くには日本一だったかな、世界的にも有名なタワーマンションがあるんだ。それに大通りの近くにもあるし、住宅街からも近く、オープン当初こそ人の賑わいはそこそこだったと思う。近くに大通りがあると言っても抜け道で一通だし、近くにあるセマルンとかファマルマの方に結局人が戻ってった。確か、今は有名だけどコンビニなのにお弁当を作成して売ってた。俺もそれ目当てで通ってたたち。深夜1時を過ぎると、半額とか50円引きとかで買えるんだよ。確かに高いとは思うけど、うまかった。で、被害者だと俺が勝手に思ってた店員、N さんが、2ヶ月後ぐらいに深夜アルバイトになったと思う。N さんはなんていうか、深夜アルバイトとは思えないほどパワフルで声でかくて、そのくせ接客がめちゃくちゃ丁寧。陰湿な雰囲気もない。は？なんで深夜にいるの？って感じ。いろいろな相談にも乗ってくれるし、なんか温かい存在の店員だった。俺は恋愛と仕事の相談をポロッとしてしまった。そしたら試飲のコーヒーを3杯ぐらい俺に渡しながら、俺の考えは、と口癖をつぶやいていろいろなアドバイスをくれた。寝ているお客には、どこから持ってきたのかジャンバーかけて、4時に起こしますからね。で、ちょ、そこレジっすよ、と俺が言うと、いいっす、そこ使ってないので。と返したり、本当に非現実的な行動を起こす店員だったわ。多分、そんな行動をしていたからかな、非現実的なものにも滅法縁があったらしい。俺がそこのコンビニで出るって噂を聞いたのは、N さんが入って2週間ぐらいだったと思う。噂だと、いつもたむろしていた不良グループ、N さんが手名付けていていい人たちだった、がすごい騒いでたらしい。N さんの体に黒い煙がまとわりついているとか、店内に女の人が歩いていたとか。N さん経緯で、喫煙スペースで喋る程度だけど、不良グループと仲良くなっていたから詳しく聞いてみたんだ。そしたら、7人全員がバッチリ見たらしい。ちなみにこの時ぐらいから、N さんの顔色が悪くなっていたのをよく覚えてる。でもまあ、N さんはすごいいつも通り元気で、その過程で相談したりなどいろいろあった。深夜なのに注文すれば、出来たての唐揚げ丸くん出てくるわ、L チキ出てくるわ。俺が好きな単行本覚えていて、一冊残しておいてくれたり、近所のヤクザさんに好かれていたり、N さんのアルバイトっぷりもなかなか恐ろしいものになってきてた。うん、マジで地域住民に好かれていたと思う。不良たちがマスターって呼んでたけど、俺はよう、N、って感じ、年齢違いの友人みたいな感じで接してたマジ。だから、ぶっちゃけ深夜でお化けって出ないっすか？って聞いたのよね。そしたらいつも通りの明るい笑顔で、出ますね。って答えられた。N さん2ヶ月目ぐらいからかな、店の売り上げも落ちているとか N さんが言い始めた頃、怪奇現象の評判が結構有名になってきていた。N さんから聞いた怪奇現象は、深夜に女の人が店内の中練り歩いていたとか、人を呼ぶ声とか、店員を呼ぶ声とか、物がよく飛ぶらしい。ちなみにその光景を、俺も他のお客も何度か目撃してる。N さん曰く、日頃から害がない幽霊もいるんですが、どうも最近は悪い奴多すぎる。って笑ってた。俺は笑い事じゃねえよって思った。つうか、日頃からいるんかい。ちなみに俺が経験した中で一番怖かったのは、誰もいないのにバックルームという倉庫室のドアがバンって開いたこと。本当にそのバックルームから人が出てきているように見えて、黒いもや、N さんは警報器持って構えてすごい怖い目で何かを睨んでた。不良グループは、店内にいたら BGM が砂嵐になって照明が点滅したのが一番怖かったらしい。その時、N さんはどこからか持ってきたお守りを一番怯えていた不良くんに手渡し、大丈夫ですから。としたそうな。うんで、仕事中なんですが。って言ったら、電気も店内 BGM も戻ったとか。マジ N さん何者。俺は密かに寺生まれの T さん想像してた。ちなみに N さんはそっち系の相談も受けてた。と言っても、俺が見たのは1回だけ。
友人は数度、てか一度ボロアパートでの怪奇現象の相談したらしい。仕事の時間を超えてまで、退所するとかは昔の職場で色々あったらしく二度としないけど、どこどこのお寺はとか、〇〇の神主さんは、あそこのお坊さんは、とおすすめの呪霊魔除けトークを炸裂させてた。ただ、二ヶ月目になると N さんすごい痩せてて、目の下にクマもできてた。理由は仕事も関係してそう。新しい新入りのアルバイトを教えても基本一日、ひどい時には一時間で辞めてたらしい。そのコンビニのオーナーが仕事配分がおかしいらしく、過酷環境だったそうだ。労働基準局も何度か視察に来ているらしい。N さんは、敵だ。って言った。三ヶ月目。詳しくは当事者の間で秘密ということにされてたけど、ガチでヤバいなんかすごい怪奇現象がコンビニを襲ったらしい。ウンデローマルングループ本社から、変な噂を流すなと怒られたらしく、N さんは怪奇現象絡みを話すこととか、何かあってもお客に見せない姿勢になってた。それでもパワフルと元気はつらつな勤務態度は継続させてた。尊敬できる。ただ、本当に具合悪そうになってきた。しかも、噂で N さんが女性に取り憑かれてるとか聞いた。怪奇現象も日頃からラップ音とか、ポテチが散乱してたり、結構ヤバくなってきたと思う。何度か N さんが無人のコンビニで、セールストークしているのを聞いたのもその頃らへん。あれ？女性の人、どこ行ったんですかね？とか、俺に聞かれた時はバクバクした。そんな人いなかったですよって言うと、すみませんでした。と泣きそうな声で謝られた。相当絞られたんだとは、直に察した。でも、N さんとは仲良かったし、愚痴を日頃のお礼として聞いたことがある。最近、怪奇現象がやばい。女の人が入り口に立って自動ドアバンバンしてる。ポテチ並び直した直後に全部飛び上がる。会計してるのに人がいない、物もない。あとは仕事あるあるの悩み。人間関係で悩んでる。昼組が仕事残していくし、怪奇現象がひどくなるし。売上が伸びたのに夜勤の人二人体制にならない、デカ人増えない。みんな辞めていく。聞いたら週7だったらしい。アルバイトの勤務状況じゃないと俺は伝えられるだけだった。深夜の常連さんも増えたようで、生き生きとしている N さんの姿を見ると少しホッとできた。ただそこからの2ヶ月は、悪いけど俺は怪奇現象を楽しみに通っていたと思う。実際、N さんの奇想天外な行動、外国人さんと一緒にラップしてたりとか、時々起こる怪奇現象。両方とも見ていて俺飽きなかった。ただお客の多くの人が、N さん大丈夫？ N さん具合悪そうよ。ちょ、N さん休みなって。と言ってたぐらい、N さんの体調が明らかに悪そうになってた。運命の日に遭遇したと俺は思った。その日の N さんは、来店時から新年めでたい一発目の大声って感じの声ではなく、死んだような声で、いらっしゃいませって無理してる声だった。もう焦点は合ってない。路列もおかしい。一人ブツブツ言いながら厨房の方へ歩いていく姿は、気味が悪かった。しかも突然、笑ったり泣いてる声が聞こえるわけよ。マジ怖え。ただ、バカなんだよな俺は。今日は何か起こるぞって思って、その日はコンビニで立ち読みすることを決意した。1時間後ぐらいして、N さんが新聞縛ってた時だったと思う。ドアが開いたんだよね。N さん挨拶一言も発してないの、気がついていないだけかもしれないけど。明らかに異常なほど大きな腕が一本と、赤ん坊を抱えた女、紫だか赤色だかに変色した男が入ってきた。ちなみにこれは、あのコンビニで2番目に怖い経験だった。なんでかって言うと、一番怖かった奴は N さんは隠してたけど、明らかに標的は俺だとわかった。それに見えないけど、俺に迫ってきてたのも感じてたんだよね。だから、標的が俺で、むしろ来たって思ってた俺は恐怖心は少なかった。金縛り状態になって、ページもめくれなくなってたけど。N さんの頭をまず大きな腕が握りつぶすようにギュッとしたの。そこで腕が無惨した。本当に、ブワーって感じ。わずかだけど、N さんが天を仰ぐように手を振ってたのも覚えてる。拍子抜けだった。次に赤ん坊が、ぶやって潰れた泣き声を漏らしたの。N さんが、ち、うっせえな。って、焦点は合ってないんだけど顔が赤ん坊と女の人の方に向いてた。幽霊がすっと交代したと思う。多分引いてた。最後に男。こいつは何もしないっていうか、俺の方に来てた。って、顔じろじろ見てた。うかかか。ってひたすら笑ってた。
んで、拍子抜けで申し訳ないんだけど、気がついたら外が明るくなってた。横に N さんが立ってて、ニコッと俺の方見て。お客様、まだいるんですか？って言ってきた。ああ、安心した。記憶が抜けてるけど、N さん無事だったかって思った。N さん厨房の方にもいるんだよな。てか、そっちが本物っぽい。だから、俺は直に厨房の N さんの方行ったんだけど。終わらない、終わらない。ってつぶやきながら仕事してて、俺の姿見えてないように仕事してた。俺が立ち読みしてたところには、さっきのうかかか男の手を引きながら。お気をつけて、またどうぞお越しくださいませ。と見送りする N さん。N さんが話しかけてたのは、おそらく俺についていたうかかか男だと思う。んで、俺はマジで、N さんを狂わせてしまったって思って後悔してた。なんでか、N さんが帰るまで見届けなくちゃいけないと思って店内に残った。ちなみに土木とか、朝帰りの不良たちとか、朝食会に来るマンションの人とかめっちゃ来てたんだけど。いらっしゃいませ。か。ブラッメッシャー、ウビョバッシャショー。って、もはや日本語喋ってないし、焦点も合ってないの。そのほとんどが気味が悪かった。何人かの客が N さんに、自分の顔見なさいよ。とか、心配かける声をかけまくってるんだけど。どうかしましたか？とか、大丈夫ですよ。しか言わなかった。不良グループの一人が、過剰勤務とか息で狂ったか。って初めは言ってたけど、会ったこと話したら、マスターに何かあったんなら、お前ただじゃ済まさねえぞ。って脅された。結局、俺の車の中で不良と二人、N さんを見守ることになった。ちなみに店内から出た理由の一つ。気がつくと N さんが俺の横に立ってることが多々あったんだよね。何も言わずにポツンって。不良もタバコ吸ってたら、店内からじーって見られてた。本当に気味悪かったから、申し訳ないけど俺たちは逃げたんだな。6時頃、店長さんがバイクでやってきて、顔色が一気に変わって直に N さんを事務所の方に呼び入れてた。それから7時頃に親御さんかな？ N さんを連れて、病院に行くぞ。とか言いながらコンビニから出てきた。それ以来、俺らは N さんの姿を見ていなかった。ここから今日まですごい罪悪感やばかった。店員に聞いても、誰も事情を教えられてないのよねとか、クレームが入って辞めたとかとか、店長さんは、個人情報の保護に関わりますのでとか、本当に顔色悪そうにして濁らせてた。ただ、今日 N さん駅で見かけた。眠そうに歩いてて俺にぶつかってきたけど。あ、すみません。って、もう、絶対今年のこの出来事引きずると思ったけど、なんていうか、あれは間違いなく N さんだった。顔色も、体格も、良くなってた。元気そうで本当に良かった。ちなみに俺は、情報が得られると思って10月の暮れまでコンビニに通ってたけど、人の出入りも、N さん消えてこなくなった客も確実にいるから、激減してたと思う。怪奇現象に関して言えば、ラップ音とか、人の声は聞こえてた。N さんの時ほどひどくはないけど、頻度は増えてる。友人にオカルトマニアがいるんだけど、そいつを店に連れて行ったんだよね。そしたら、明らかに、川の方から何かが流れ込んでる。すごい溜まってる。ちゃんと除霊とかお祈りしたのか？って言ってた。ハイヒールを履いた女が厨房の方を覗き込んでる。とか、すごい言ってて怖くなった。ハイヒールに関しては赤でしょ？って言うと、見えるの？って言われた。相当ヤバいやつだぞって言われた。N さんが一番嫌いって言っていた幽霊が、そのハイヒールだ。ただハイヒールが直接の原因ではなく、周りに悪影響を出すタイプらしい。誰か一人につくものではないそうだ。じゃあ、N さんは何があったのか。友人の推測は、いろいろ背負って持ってったんだと思う。だった。ぼんやりとその形跡が残ってるらしい。期待させるようなこと言っておいて悪いけど、俺にはどういうものかわからない。なんか溜まり場なんだよね。ただ、むしり取られたように、ちぎり持ってったようにぽっかり空いてるスペースあるんだよ。つまり、N さんはいろいろ背負い込んで持っていったということらしい。だから体調も悪くなるし、仕事もうまくいかなくなるさ、と友人は笑ってた。確かに N さんは引き寄せる魅力があった。最初は絡みづらいんだが、一定距離や密着しても、絡んでいける。そんな人だった。それはオーラ的分類の話になるけど、どうやら誰かのオーラを引っ張り込む人らしい。んで一つ思い出した。N さん、確か。幽霊に取り付くタイプ。
って笑いながら言っていたと思う。昔なんかそれであったとは聞いていたから、詳細はわからないけど。俺も何を話せばいいかわからないけど、今年最大の公開が晴れたので、いろいろ思いついて喋っちゃってる状態なんだ。こんな遅くまで付き合ってくれた奴がいるんだとしたら感謝する。てか、読み返すと本当に長いな。あ、書くの忘れたけど、俺が運命の日だと思ったのは何でもなかったらしい。最初の腕は、おそらく鬼とかの良くない化身じゃないかって言ってた。それを粉砕したか、跳ねのけたからブワーとはなったけど、何かしら異常事態が起こってるんじゃないかと。赤ん坊と女に関しては、溜まり場に流れ着いた幽霊で、うかかか男も、そうらしい。もう一人の N さんは、守護霊か N さんから分離した、怪奇から守る N さん自身、じゃないかというそうだ。ただ送り出すということは、少なからず N さんはそのコンビニで除霊師の役割していたんじゃないかと。後付け解決予断すまなかった。不要、車の中に一緒に乗ってたと連絡取って、今日と同じ時間に N さん探すことになった。もしも何か進展あったら書き込みしに来る。夜も遅いし寝る、長々とどうもでした。2017年8月、社会人2年生だった頃の話。都会の波に揉まれて心が疲弊してしまっていた俺は、8月のちょっとした連休に地元に帰りキャンプすることにした。中学校からの親友である S と共に、1週間前から毎晩電話でキャンプの計画を練っていた。キャンプ場じゃ疲れは癒せねえよな、ってことで行き先は地元の山中。イワナやヤマメが釣れる沢へ行き、そばの河原でキャンプすることに。当日、朝の新幹線で帰郷した俺は、S に迎えに来てもらいその足で現地に赴いた。着いたのは、昼の11時くらいだったと思う。まずは釣り。入れ食いではなかったが、3匹ずつ釣れ昼飯に食べることに。焚き火を起こし、魚の下処理をした。内臓を川に捨てたんだが、その時にひどい耳鳴りがした。心の中で、いただきます、とつぶやき、山の神が怒ったのかななんて考えてた。魚を食い、キャッチボールしたり沢登りしたり、成人男性らしからぬ無邪気さ。で、沢登りをしていると上流に滝が見えたんだ。少年時代にタイムスリップした我々は一目散に滝へ向かった。滝用だ、とか言って、滝を受けたがまあまあ痛い。ひ弱な S は早々に切り上げたが、さっきの耳鳴りのこともあったし、体を清めようと思った俺は5分くらい打たれてた。で S が、なぜか滝を見つめてボケっとしてる。滝から離れ、どうした？と聞くと、滝の裏側に何かあるよね。と。確かに、なんかがある。でも滝が邪魔して全貌は見ることができない。子供の頃から、ザ、少年な俺は滝の裏側に行くことにした。滝を受けてさらに先へ進むと、何やらえぐれたような形の洞窟があった。さすがにテンション爆上げ、防水ケースからスマホを取り出しライトで照らした。その刹那、滝の音が止んだ。振り返ると、滝だった場所には石の壁。扉も窓も何もない、ただの空間。恐怖と好奇心がごちゃ混ぜになりながら、改めて部屋を見回した。8畳ほどの空間に、骨のようなものが散らばっている。中央には祠のようなものがあり、赤黒い乾いた血のようなものがこびりついている。祠の横には外場のようなものがあり、かすれてほぼ読めないが、先頭鬼の文字が見えた。鬼は昔の漢字だった。そしてその祠の向こう側に、何かがいる。幽霊？人？化け物？いずれにしろ、助かるにも殺されるにも、その何かが知っているはずだ。以下、鉛がひどいためわかりやすいように書きます。すみません。あ？迷い込んでしまったのですが、帰り方を教えてください。今に返すから、もうボンだ。無事に会話できた俺は、ライトを構えたまま近寄ってみたんだ。あまりのまがまがしさに、失禁した。全身に鳥肌が立ち、涙が溢れた。ギョロリと大きい緑色の白身がかった目、ブツブツしたカエルのような紺色の肌。ふんどし一丁で、錆びた包丁を岩で研いでいた。外場に書かれた鬼の文字。ああ、これが鬼なのかと理解した。まあ驚くな。男は嫌いだ。無事に返してやる。いいからその眩しいのやめてくれ、目が痛いんだ。逆らっても勝てない、無事に返してくれると言うならと、ライトを消しその場に座り込んだ。それから何時間いただろうか、体感では3日以上に感じたが、もっと短いだろう。
ただ岩にくぼみがあるトイレと、湧き水をもらった。時折いなくなったかと思えば、カエルや鳥を持ってきてくれた。そのままで食えるわけもなく、残してしまったが。暗闇に目が慣れてくると、散らばる骨の正体がわかった。人骨だ。鬼がいる周辺には無数の頭蓋骨が散らばっていた。女の脳みそがうめえんだ。男はくせえ。なんて言っていた。男に産んでくれた親にひたすら感謝し、無事に返してくれるのを待った。鬼は外の世界のことを知りたがった。スマホのことや車の話など、鬼が知っている人間の名はみんな歴史上の人物だった。いよいよ鳥やカエルに手を出そうかと思うくらい衰弱した頃、急に滝の音が聞こえてきた。お前気に入ったぞ。また来いや。迷い込んでしまいすみませんでした。今度何か持ってきます。俺は洞窟を後にした。ふらふらで沢を下る。何度もつまずきながら、キャンプ地に向かう。外はまだ夕方のようだが、異様に寒い。キャンプ地に行けば、道路側へ行ける獣道がある。S は帰っただろうが、誰かに助けてもらえるだろう。当然、荷物はない。衰弱した体に半袖短パン、そしてびしょ濡れは寒すぎる。一刻も早く何かを食べたい。ベッドで寝たい。道路に出たが、車がなかなか通らない。麓まで歩いたら1時間コース。背に腹は変えられない。ゆっくりと歩き出した。20分ほど歩くと、1台の車が通りかかった。俺の様子を見てか、止まってくれた。山で遭難してしまったと話すと、心よく車に乗せてくれた。実家まで送ってもらい、家のチャイムを鳴らすと、幽霊でも見るような顔で驚く母がいた。父が飛び出してきて、柄にもなく抱きしめてきた。どこ行ってたんだ？いやいや、2、3日帰省が遅れただけでしょ。あんた、何言ってるの？1年間以上行方不明だったんだよ。とりあえず落ち着いて家に入ると、カレンダーは2018年11月。そりゃ寒いわけだわ。風呂に入って、飯を食って、ベッドで寝た。この上ない幸せだった。携帯を充電したが、解約されていたようで、電話は使えなかった。LINE を開くと友人や会社の先輩、親戚とかいろんな人から心配の連絡が入っていた。S からの LINE がなんと今日も来ており、1年以上送り続けていたのかとちょっと笑えた。S 含め各方面に電話をし、無事を伝えた。山で遭難したことにした。親や S には詳しい真実を話したが、全く信じてもらえなかった。S が言うには、滝の裏側から出てきてすぐ山奥に走っていったらしい。鹿か、って思うくらい早くて追いつけんかったんだって。あそこで過ごした3日間はこっちの世界では1年以上だったんだ。鬼の寿命なんて知らないけど、そりゃ坂の上の田村麻呂と知り合いだなんて信じてしまうよな。近年その山で女性の遭難なんて聞いたことがないから、あそこにあった人骨も、何十年何百年前のものなんだろうな。祟られないように、毎年お盆に肉をお供えに行ってる。滝の向こうから話しかけられたこともあるけど、特に怖い話でもないので割愛。地方はあまり言えないけど、東北地方で鬼の名前がつく地域です。2018年11月、鬼の住む滝から無事帰還した俺は、S との再会や再就職活動に追われていた。鬼のご加護か？わからないけど、条件のいい企業に合格し、彼女もできた。2019年8月、再就職先はお盆休みが2週間と長く、地元に帰省した。地元の友達と遊んだり、実家の犬と待ったりしてのんびり過ごしていた。鬼に軟禁されたのもこの時期だな、と。ふと最近ことがうまく運ぶのは鬼のおかげかもしれないな、と備え物を持っていくことにした。女の人間を持っていけるわけがないので、スーパーで買った牛肉と実家で採れた野菜類を持って滝に向かった。後から気づいたんだけど、滝のそばには林道が通っていて、車ですぐ近くまで行くことができた。また失踪しようもんなら大変だし、滝までは行かずに河原に食材を置いてきた。案の定、またひどい耳鳴りが鳴った。滝のそばで手を合わせると、中から鬼の声がした。しゃがれた声で、相変わらず聞き取りにくいにも程があったが。それ食っていいのか？どうぞ、大したものじゃないですが、無事返していただいたお礼です。あん時の坊やか。葉っぱは不完。肉だけ置いてけ。じゃあ肉だけ置いて帰りますから、どうぞ召し上がってください。次は女がいい。ほら、寄り合わせてやった女がいたろ。黒い髪の女だ。そこで初めて鬼の目的に気づいた。俺の運気を高めるとかそんなんじゃなく、自分の食料調達のためだったようだ。
いや、あの子は俺の大事な人です。すみませんが、牛の肉で勘弁してください。そうか。じゃあ、失礼します。その日以降、びっくりするくらいスパッと彼女と別れた。好きとかそういう気持ちが一切なくなった。彼女も同様だったようで。なんで付き合ったかよくわからない。って言ってた。再就職先は単に俺の実力と運だったのかな？現在も特に問題なく働いております。正直怖かったけど、翌年の2020年8月も備え物を置きに行きました。分け合って年に数回行ってるんだけど、これはまた別の機会に。2020年は人間の女を持っていけない代わりに、これでもかってくらい肉を用意した。滝に行くと、やはりあの耳鳴り。河原に肉を置き、手を合わせた。随分多いな。食いきれん。いぶしてくれ。ああ、こんにちは。多かったですか。うん。半分でいいから、いぶして明日持ってこい。わかりました。あと、〇〇神社の三角を連れてきてくれ。狭っ苦しくて気が狂う。その人は知らないですが、調べてみます。で、翌日桜のウッドチップで燻製にした肉を持ってった。ちなみに、洞窟に入ったわけではないのに、鬼と話しているだけで時間が一瞬で過ぎる。上に書いたくらいしか会話はしていなくて、10分もかかっていないと思うが、実際には3時間くらい経ってる。翌日は、ありがとうよ。で終わったけど、〇〇神社の三角さん、その人に接触してから鬼の正体、全貌がわかる。この話は後日。2020年8月、〇〇神社の三角を連れてこいと鬼に命を受けた俺は、〇〇神社について調査を始めた。タイピングめんどいので、〇〇神社、A 神社、三角さん、R さん、とします。ひとまず A 神社について調べてみたが、県内に該当しそうな神社はなく、似ている名前が県外にあったがあまりに遠いからさすがに違う。実家のばあちゃんに聞いてみると、ばあちゃんが子供の時に X 山のふもとにあった神社だよ。と教えてくれた。どうやらすでに亡くなっているらしい。R さんって知ってる？と聞くと、そこの神主さんやってた人の名字だと思うけど、今は知らない。とのこと。ばあちゃんが子供の頃ってことは70年くらい前だろうし、X 山のふもとに行ってみたが住宅地になっていた。ヒントは得られたものの。それで、結局何もわからないまま2ヶ月が経った。季節は秋。東京に戻った俺は調査を完全に忘れてた。ある時ふと思い出し、R さん、珍しい名字だからググってみたんだ。すると車屋さんの社長の名前がヒットした。何か知っているかもしれない。思い切って有給休暇を使い4連休、俺はまず実家へ向かった。その車屋は実家の隣の県にあり、車で2時間ほど。じいちゃんの軽トラを借りて、車屋さんを訪ねた。しかし、社長さんは不在のようで、1時間ほど待たせてもらった。ほどなく社長さんが来て、少し怪訝そうな顔をしていた。A 神社ってご存知ですか？ああ、知ってるけど、俺は何でもない人だよ。親戚ってだけで。郷土史について大学で調査していて、どうしても話を伺いたいんです。どなたか神社関係者の方を紹介していただけませんか？お、そういうことね。借金の取り立てとかかと思ったよ。でも、残念だけど俺は縁切ってるから連絡先とか知らないよ。F 氏で霊媒師の真似事で稼いでるのは知ってる。うさんくさいけどね。いえ、それだけでもありがたいです。F 氏に行ってみます。ってことで、F 氏に車を走らせた。ちなみに F 氏は俺の高校がある市で、実家から1時間ほどの距離。また2時間かけて F 氏に到着。F 氏はそこまで大きい町じゃない。繁華街もしょぼいし、霊媒師なんてすぐ見つかるだろう。と思った。予想は的中。ググったら霊媒師なんて一人しか見つからなかった。不気味な裏路地に入り、その霊媒師を訪ねた。霊媒師というか、占い師みたいな印象だった。水晶とかあったし。入店すると、50歳くらいのおばさんが迎えてくれた。こんにちは。何見ましょうか。でそう？タロット？いえ、郷土史について大学で卒論書いてて、A 神社についてお伺いしたいんです。というとおばさんは真顔になって、裏に引っ込んでった。そして、90歳くらいのおじいちゃんを連れてきた。おじいちゃんは車椅子だったけど、ハキハキしてて元気な印象だった。このおじいちゃん、当時の A 神社の神主さん、ではなくその孫にあたるそうだ。おじいちゃん、じーとします。
東北なまりがきついけど、あえてそのまま書きます。標準語にすると途端にうさんくさい。英人じゃなぞどこで知ったのや？正直に言いますが、鬼に聞きました。〇〇山の滝の中の鬼です。話したが？食われ願ったが？無事食われなかったおかげでここにいます。英人じゃの R を連れてこいと言われました。多分鬼が言ってんのは俺のジジイのそのまたジジイだと思う。もうとっくに死んでしまった。やっぱりそうなんですね。なんで連れてこいって言ったんでしょうかね。狭っ苦しくてー、とか言ってました。あの鬼は俺の先祖が封じたんだとよ。俺も見たことねえ人も、出してほしいんでねが。ということで、会話形式だと大変なので、鬼について聞いた詳細を書きにまとめます。鬼は、元は人間で、平安時代、村の僧侶のような役回りの家系だったらしい。天候を読んだり、神託を得ることで村に利益をもたらしていたようだ。僧侶は二人の子宝に恵まれたが、頭が良くて後継ぎになるであろう兄を病気で亡くした。残った弟は頭の出来が悪く、物覚えが悪い。こんな子ではとても僧侶は務まらない。僧侶は邪法を研究し、記憶と人格をそのまま子に移す、転生の法を考案した。僧侶は死んでしまうが、その代わりに新しい体を転々とすることで、未来永劫を生きながら得る、というもの。その方法は、あまりにもむごいので、簡単に説明する。まず、この法は最も近い同性の血縁者である必要がある。つまり子顔や、光の届かない真っ暗闇の中で、20日間、絶食状態で過ごす。この間、転生先の人間を恨み続け、怨念を増幅させる。転生先の肉体は6日間、川の水で体を清め続ける。20日後、術者は両目を枯れ枝で潰す。転生先が術者の前に座り、互いの血と生米を口に含み、3日間瞑想。口の中の米と血を吐き出し、交換し、食う。術者は自らの頭を岩で砕き、絶命。転生先は術者の脳みそをすべて喰らい、回復のために6日間、贅沢な暮らしが許される。栄養を蓄えた転生先は術者の遺体を抱き、転生が済むまで眠り続ける。7日から10日で転生が完了し、転生先の魂は消え、術者が体を乗っ取る。もっと細かな部分はあったが、聞き取れない箇所も多かったので簡単に。転生に成功した僧侶は、その後も転生を繰り返した。しかし、怨念を増幅させる、これが精神に異常をきたし、人間そのものに怨念を抱くようになっていった。やがて村を離れた僧侶は、子を作れず、肉体もいよいよ限界を迎えた。僧侶は思いついた長寿の邪法を一つ一つ試した。その一つに、人間の脳を食べるという方法があり、村に侵入し夜な夜な人をさらい脳を食い続けた。脳を食い、血を飲み、人を喰らい続けたその様はまさに鬼。近隣の村々からは鬼が潜んでいると恐れられた。僧侶は鬼と化し、やがて不老不死の肉体を手に入れた。囚われないよう、日本各地を巡り、人を襲い食い続けた。各所に回る鬼伝説は、すべてこいつのものなのかもしれない。鬼といっても、ずば抜けて戦闘能力があるわけではない。ある時、鬼は簡単に捕まってしまった。そしてとある僧侶に封印された。それがあの滝の裏だったってわけです。その僧侶こそ、R家のご先祖様。川の清流には身を清める効果があり、滝の裏に封じることで鬼の邪気を取り払い、人間の姿に戻した後に殺す、そういう計画だったようだ。なぜ俺が鬼の住処に行けたのか？じいさんは、俺の名を聞いた後にすぐに納得した。封印された地は鬼の出生地でもある、俺の地元。そこに古くから住んでいる俺の実家の血統には、少なからず鬼の血が混じっているらしい。そして鬼の名は、戦場鬼、と読むらしい。意味はよくわからないが、封印の際に名が必要で、僧侶が名付けたらしい。封印はすれども、そこに迷い込んだ血縁者はそこに入ることができ、鬼はそういった迷い人を食い、今の今まで生きながら得ている。ちなみに、脳を食う邪法は異性の脳で寿命を伸ばし、同性の脳を食うと力が増すらしいが、後者は定かではない。川に迷い込む人間は狩りをする男が大多数で、俺を野放しにしたのは女を食うため。一歩間違えば食われていたんだと思うと怖くて仕方がなかった。で、じいさんに与えられた役目は鬼を騙すこと。今、R の血筋で力を持つ者はいない。探しているから、と間延びさせ続けることが俺の任務。でないと、また憎悪の念が増し力を持ってしまう可能性がある。封印も時とともに弱まる。怒らせないよう食物を備え、世間話をし、気をそらす。
鬼の封印が解け力を持っていれば、血縁の遠い俺でも天性の法を使うこともできるかもしれない。絶対に滝には入るな。念を押された。以上が G さんのお話。月一回、必ず備え物をして、会話をしている。ただ一つ問題なのは、山のふもとが開発され、観光人口が増えていること。河原でキャンプする人もいて、もしその中に俺と同じように血縁者がいたら、女が滝に迷い込んだら、時代が逆行して、人間が鬼に恐れる日が来るのかもしれない。R の血筋は霊媒師のおばさんとじいさんで終わる。封印が解かれる日は、意外と近いかもしれない。慌ただしい様子の一致。早速時系列でまとめてくれるそうです。5年前に、40代引きこもり兄が両親にも暴力を振るい出したので、俺と姉で協力して夜逃げさせた。両親と姉が引っ越し住所を完全にくらませて、兄から逃げ切った。家族全員携帯も変えた。兄の状況は、近所の友人から連絡もらい把握してた。電気は1ヶ月ほどで止まったが、生活の痕跡はあるってことだった。半年後、兄が窃盗で捕まり警察に俺が呼び出された。だがそこにいたのは知らないホームレスのおっさんだった。警察に事情を話し、兄の部屋を調べたが誰もおらず、2階のロフトで首を吊っていた。ホームレスのおっさんは知らぬ存ぜぬを切り通したが、窃盗で刑務所にぶち込まれた。兄は両親が夜逃げして、2ヶ月後くらいに自殺したらしい。49日が終わって父が心筋梗塞で亡くなり、姉の娘がひき逃げに遭う、近所ではぼやが数件発生し、俺も盲腸になり、嫁は知的障害児を出産した。助けてくれ。一致の悲痛な叫びがスレないに響く。スレミンの反応がこちら。映画化決定。お前だけ軽いな。別に兄関係なくね。こういう話ってなんか怖いね。因果応報だ。ごめんなさい。あなたのぼや、うちの死んだ兄のせいなんです。82で一致劣勢。話を続けます。中高といじめられ、親父の紹介で入った職場でもいじめを受け引きこもりになった。両親には偉そうだけど、姉や俺には借りてきた猫のようにおとなしかった。兄から逃げるように姉と俺は家を出て県外で働いたんだ。5年前に近所の友人から連絡があり、おかんが包帯を腕に巻いていると知らせが入った。実家に内緒で帰省して、夜遅く家に着くと、1階のガラスが割れてて親父が血を流して倒れてた。俺が加勢して兄を思いっきり殴り、2人から引き離したがあれは人間ではない獣みたいになってた。壁も穴だらけで、これはいかんと思い、姉と相談して両親の夜逃げを決めたんだ。盲腸は生きて苦しめのサイン。これからも続くな。つまらん妄想ばっかやってないで、はよ社会復帰しろ末尾霊。暴力事件の1ヶ月後に夜逃げを決行した。両親は世間に迷惑がかかると反対したが、2人の命が大事と夜逃げさせた。家財道具も何もかも放置して県外のアパートに逃げ込ませた。家族全員で携帯を変えて、逃げ切ったと思ってた。数ヶ月後、近所の友人から、汚えおっさんがお前の家に出入りしてるとメールもらったけど、兄だわと答えて両親が受けてきたことも話した。その後、その友人が兄の行動をたまに報告してくれた。が、半年くらいして俺の携帯に、警察から兄が捕まったと聞いてきてくれと言われた。近所の家に昼侵入して、金を盗んでいたらしい。警察に怒りながら行くと、全然知らねえおっさんが座ってた。俺が兄ではないと答えて、なんとか信じてもらい、家に行くと内部がゴミだらけになってて、すごい匂いだった。兄の部屋を覗いたが誰もおらず、2階のロフトがなぜか気になって上がると兄は首を吊っていた。慌てて警察呼んで、ものすごいごたごたに巻き込まれたんだ。兄の死体がある家を、ホームレスが住処にしてたのか。ホームレスは2階に上がってないと言い張ってるし、ホームレスの指紋や上がった痕跡はなかったと、警察からも報告された。友人がたまに見かけてたのはホームレスだった。電気が止められた頃から住み着いてたみたいだし、兄が自殺した時とほぼ同時期だったわ。もし兄がたたり神になってたらどうしたらいいんだ。両親が殴られてたら、普通救助して引き離すだろ？兄の葬式もちゃんとやった。近所の目があるから焼き場直葬にして、うちの墓にも入れたのに。49日終わって親父が心筋梗塞で急逝してから、災難が止まらない。どうしたらいいんだよ。
49日の日に家族で焼肉食いに行って、両親をアパートまで送って行った。1時間後に親父が心筋梗塞になった。その2ヶ月後、姉の娘が学校帰りに、ひき逃げに遭い足が不自由になった。犯人は未だ捕まっていない。実家をしばらく空き家のまま放置してたら、近所でボヤが起こるようになった。空き家は危険だというのでその年解体した。俺は盲腸になって、会社を長期休み。その後結婚し、新婚旅行に行ったけどほぼ全部の日が雨だった。去年生まれた女の子は知的障害児だった。助言お願いします。本にでもできるんじゃね。書いてみれば？本にすると近所にバレてしまうからな。偶然だ。偶然かな？俺も最近ビビってきている。お分かりいただけただろうか。結婚は墓場。子供は悪魔。嫁からずっと、お兄さんに謝ってって言われるんだけど、殺したわけじゃないのにな。ちなみに1階のテーブルに両親が、50万円と書き置きしていったんだぞ。今、姉と嫁が本気でビビってる。母親も四国である危険路やると言い出し、なんとか中止させようと説得してるけど聞く耳を持たない。生前兄が暴力を振るい始めたのは、サポートステーションに親父が相談し職員が訪問したため。訪問日に、部屋の中で泣きながら何かを振り回したので帰ってもらったが、その夜に棒を振り回してガラスを割った。最初は母が殴られ、親父も殴られるようになって、傷を見られたくないと外出しなくなってたんだ。ここまでひどいことして、なんでたたり神になるんだと怒りたいけど、何もできない。嫁がお祓いに行こうと産後からずっと言ってるけど、ああいうのってインチキっぽくて信じられないし。姉は母と占い師のところに行き、四国遍路するしかないと言われた。そうしたらみんな仕事があるから私が回るわと母が言い出す。四国遍路は、歩きでないと効果がないと同じ占い師に言われたらしいけど、とても母親を一人で行かせられない。捜索ポイがガチなら兄貴は知的障害か母だか発達だった。多分母親か父親にもその遺伝子があったからお前の娘に出たんだよ。全く外耳遺伝子のない家系で、ある日突然外耳が生まれることもあるが、多分兄貴がそうだった。もしかしたら嫁の家系がそうだという可能性もあるが、負の遺伝子はなぜか受け継がれる。なぜだかは知らんがな。兄がいじめを受けた原因が、どんくさいっていうのを今思い出した。たたり神とか、あの世でボコってやるから待ってろや、って言っとけ。死んだ者がなんかできるなら、寿命伸びるように進化しないわな。どの部族も一族守るために死ぬ長だらけになるわな。別に兄貴のたたりじゃないよ。なるべくしてなってるだけ。兄貴のせいにしたいなら葬式に満足してないかもな。お遍路回るよりは墓参りに通って話しかけてやれ。一番安い直葬っていうのにして親戚にも知らせず、ひっそり葬儀したんだ。四十九日に墓行ったけど、帰りに焼肉食って兄の悪口しこたま言ったりした。それ以来母しか墓参りに行ってない。姉も長女から、おじさんが出てきた夢を見たと言われ子供の前で泣いてしまったらしい。やっぱ悪口言ってたか。原因はそれだよ。嫌いなのはわかるが四十九日で言うなよ。つか墓参りに一気と嫁と子供と姉も行ってこいよ。墓掃除とかしてる？兄貴が悪口言われて一番悲しかったのがお前なんじゃないの。墓参りして墓掃除して兄貴としっかり話してこいよ。一方的な会話になるにしてもだ。意外と何を思ってるかとかわかるもんだよ。10年前なら寺生まれの T さんが一括して解決してた。とりあえず娘を大事に育ててやれば、お兄さんの生まれ変わりだと思って。軽度知的障害児だけど可愛がってる。ただ女の子だから不憫で仕方ない。なんで兄ちゃん助けなかったの？ヒゲもじゃのくせ獣にしか見えなかった。両親がサポして呼んだけど、棒を夜に振り回したと聞いてもうダメだと思った。手紙を読まずに、50万をネトゲの課金に使い込んでどうこうって話、他所で見たことあるぞ。50万あったのに電気止められてるから、ホームレスが使い込んだかもしれない。創価学会に入信すれば全て救われますよ。もともと呪われてたんだろ。兄が引きこもったこと自体がそもそも呪いのせい。先祖が何かやらかしたんだろうな。その死体は兄が用意した偽物で、本物の兄は整形してお前たちの周りにいる可能性がある。死んだことを知ってから怒ってる、イコール無関係。またはお前ら家族が自身の罪悪感から生み出した現象。俺は霊とか死後の世界とかあんまし信じてない。大体は生きてる人間が原因。なんでお前だけ盲腸で住んでるんだよ。原因はここだな。まあ細かい不運には見舞われている。
飛行機が引き返したりとか、お払いより懺悔の方がいいんだろうかと最近思ってる。車の免許取らせるなよ。俺の知ってる軽度の気象女は、車の運転ができるからドキュンの先輩にアッシーとして利用されてる上に、本人も遠行しまくってる。本人と家族が知らないだけで地元じゃ有名な公衆便所だよ。気象だから引きこもることもないし、家族の言うことも聞かないから公衆便所になってる。まだ0歳児だけど不安になるわ。自分が納得する方でいいと思うよ。いやいや懺悔したところで兄貴は怒るだけだろ。女の子の知的障害は家から出さないに限るよ。よく知的障害なんか相手に立つなとか言われるけど、底辺の男や暇などキュンからしたら、格好のおもちゃだから散々中出しされてるよ。責任取らなくていいしバカだから簡単にやらせるんだよね。ひどいと思ったのは、一般企業の障害枠で残業中に上司にしゃぶらさられてたって言ってたわ。まあその子自体クズだったから俺はもう関わってないけど、マジで気象の女の子は外に出したらダメだなと思った。本当に怖い話だわ。これはまだ解決してないというか、現在進行形の事件なんですが、ちょっと皆さんにも聞いてほしいんです。もともと、プロの探偵さんに依頼してた事件なんですが、警察沙汰に発展するかもしれないし、しないかもしれないし、今は何とも言えません。僕が小学校5年生だった頃、仲の良かった友達が一人、本当に行方不明になったことがあったんです。で、もしかしたらその子をさらったかもしれない奴を、今になって見つけたんですが、ちゃんとした証拠とかはまだなくて、どうしようかっていう状態なんです。皆さんの意見を個人的にちょっと聞いてみたくて、これまでの経緯をここにさらしてみます。でも、個人とか地域とかを特定するようなことは書きませんし、皆さんも聞かないでください。お願いします。とりあえず小学校の時の話から。友達の藤尾くんが、行方不明になってしまったのは、夏休みの終わりぐらいです。うちの学校では、鶏を何羽か飼ってて、俺と藤尾くんは5年生。1学期目の飼育係でした。うちの学校は、なんか夏休みでも飼育係が鶏の世話をしなくちゃいけなくて、高学年の飼育係が1人ずつローテーションで、鶏に餌をやりに登校しないといけない、っていう面倒くさい決まりがありました。でも、その年は飼育係が4人しかいなくて、これはちょっときついってことで、無理な日は用務員が助っ人してやろうってことに決まりました。ある日、僕が一人で餌をやりに学校の鶏小屋に来ました。飼育係のやることっていうのは、でっかいポリバケツに鶏の餌の袋が入ってて、餌入れにスコップでザーってそれを入れて、水変えて、小屋が汚れてたらほうきでちょっと吐く、っていう感じなんですが。でも、その日はポリバケツに餌がほとんどなくて、餌袋を交換しないといけないと思って、空の袋をポリバケツから引き上げたんです。そしたら、袋の底が抜けちゃってて、ポリバケツを覗いたら、そこにウジが大量に湧いてて、うわーってなって、もう、3センチぐらいの厚みで、一面にうねうねしてて、すごいグロでした。僕は、そういうのに、全く耐性なくて、ウジ虫を見たの初めてで、ビビりまくってしまって。で、誰か大人を呼ぼうと思って学校中走り回って、夏休みなので全然人がいないんですけど、その日はたまたま用務員の人がいて、助けてくれって言ったんですけど、用務員さん的には。はぁ？みたいな感じで、自分には関係ないし、今忙しいみたいなことを言われて。それで僕は、そのまま帰っちゃったんです。で、次の日の係が藤尾くんだったので、電話でウジのことを知らせて、なんとかしてって言ったんです。それはなんていうか、言葉通りの意味っていうよりは、半分冗談で、怖いもの見る前振りみたいな、あれやばいよみたいな電話だったんですが、次の日藤尾くんから電話があって、見たけど、あれはキモすぎる。無理。呼びのがすごいねん。レベル違うし。呼びも鳴ってたん？入れ替え用の餌が入ってる、縦長の巨大なビニール袋が呼びで置いてあるんですけど、それにも湧いてたらしくて、なんか、日陰に置いてあるのにそれだけ熱くなってて、おかしいと思ったら中がほとんどウジに変わってたし、ウジ虫ソーセージやし、なんでかわからんけど、ほんまに袋が熱いねん。もう、めっちゃキモい。よく見たら袋ごとちょっともそもそ動いてるし、もう、やばかったから、逃げてきた。やっぱ、そこまでは笑い話で済むレベルでした。で、そこから5日ぐらい、僕たち飼育係は、休みで用務員が餌をやる番だったので、多分その間にウジは処理されてるだろうとか思ってたんです。で、6日目がまた藤尾くんの番だったんで、僕はその日、
彼からの報告の電話がちょっと楽しみでした。で、どうなってたかっていうと、僕は直接は見てないんですが、飼育小屋の状態がおかしかったらしいです。調べてみると、なんか用務員が助っ人するっていう話が通ってなかったみたいで、5日間放置されてしまってて。その上、それ以前にも僕と藤尾くんが2日連続で餌も水も与えてなかったので、鶏は1週間ぐらい、飲まず食わずの状態に追い込まれてしまってて、みんな死んでたそうです。ストレスで羽が抜けたやつとか、共食い仕掛けたやつとかで、小屋の中はひどかったらしいです。今思うと、本当に鶏には申し訳ないことをしたと反省しています。夏休み明けに、友達から、お前ひどいやつだ。みたいなことを言われて、喧嘩になったこともありました。それぐらい精神的にきつかったです。鶏さん、どうか成仏してください。ごめんなさい。でも、あの日に起こった本当に怖い事件は、鶏の餓死じゃなくて、藤尾くんが行方不明になったことです。目撃者がいたらしくて、あの日、学校までたどり着いたのはほぼ間違いないそうです。藤尾くんが小屋で何をしたのかはよくわかりません。藤尾くんが夜になっても帰らないので、親が警察に届けて、鶏小屋のことがわかったのはその翌日のことです。僕が一連の出来事を知ったのは、さらに後のことでした。鶏の餓死と、藤尾くんが消えたことの関連もはっきりしませんでした。事件か事故かもわかりませんでした。とにかくわかっていることは、鶏が死んでいるのを目の当たりにしたであろう藤尾くんが、そのまま忽然と姿を消したということだけでした。で、話は現在に戻ります。半年前の夏、僕が営業回りをしていた時、あるチラシを見つけました。子供が近くで行方不明になってしまい、住人に情報提供を募るチラシでした。行方不明になったのは、2年前の夏だったと書いてありました。この十数年、この学区では小学生の行方不明者が何名も出ています。他の学区と比較しても異常なほどに高い頻度です。写真のことは関係なくても、この付近で不審者を見たという情報だけでもすごく助かります。みたいなことが書いてあって、もしかしたらそれって、藤尾くんのことも含まれてるのかなと。それで、そのチラシにある連絡先をメモっておいて、時期を見てそのご両親とコンタクトを取ったんですが、案の定、向こうも藤尾くんのことは知っていました。ご両親は、行方不明になった子は、みんな同じ人物にさらわれたのであって、これは連続誘拐事件なんだと力説してました。これまで、少なくとも3人はやられていて、その最初の犠牲者が藤尾くんなんだと。そのご両親の家は、なんか、どの部屋も子供の写真でいっぱいで、僕と話す時もすごいテンション高くて、ちょっと怖かったんですが、急にそんな話を聞かされて、かなりショックでした。でも、その話には一応根拠があって、行方不明になったこの家にしばらく経って、変な手紙みたいなのが来るっていうのが3件あったらしいんです。藤尾くんの家にも、何か届いたらしいのですが、藤尾くんの両親はすでにどこかに引っ越していて、この事件とももう距離を置きたがっているそうで、コンタクト不可能。詳細も不明だそうです。そのうちの一通がそのご両親の家にも届いてて、それ見せてもらったんですけど、なんかお札みたいな気持ち悪いやつなんですよ。手紙とかじゃなくて、細長い紙に人の顔みたいな絵が描いてあるだけで、意味不明なんですが、それが封筒に入ってたらしくて、こんなもん送られたらそらあなるかもなっていう。なんか呪いの類なのか、単なるいたずらなのか、僕にはさっぱりわかりません。最近またその家に行って、デジカメで、ちょっと撮らしてもらったんで、アップロードしてみます。気味の悪い絵なので、苦手な方は10秒スキップしてください。で、話はまだ続くんですが、そのご両親は探偵を雇って、そのあたりの不審者の情報を集めさせているそうで、僕が藤尾くん失踪時のことを詳しく覚えているってことがわかると、その探偵にも会って話をしてほしいって言われたんです。それで、また後日その探偵さんとも会いました。疑問に思ってたことがあって、手紙みたいな事件の関連を示すものがあるんだったら、なんで警察に届けないのかなと思ってたんですが、探偵さんによると、一応、ちゃんと警察にも届けは出してるそうです。でも、3通あるっていう手紙も、3通それぞれは関連が見えなくて、かなり信憑性に乏しくて、いたずらの可能性の方が高いと警察は思ってるらしいです。僕が見たお札みたいなやつ以外の2通は、普通に文章のある手紙だったらしくて、その2通も筆跡が全然違うらしいです。
って、正直なところ、あの両親の話が正しいと思うのかと聞くと。手紙の真偽はともかく、自分の勘では何かがいるのは確か。みたいな反応でした。それからしばらく、あのご両親とも探偵とも不沙汰だったのですが、先月にまた会いたいって連絡があって。待ち合わせの場所にいると、タクシーに乗った探偵がやってきて。乗って乗って、ちょっと確認したいことがあるから。と言って、タクシーに乗せられました。車中でいきなり。最近ちょっと調査に進展がありまして。と探偵さんが切り出して。探偵さんの話を要約すると、何年か前、郊外でやたら猫の死骸が捨てられたっていう地域があって、そこは僕の学区とは結構離れてるんですが。そのあたりを調べてたらでっかいホテルの廃墟があって、どうも、猫を殺してた奴は、その廃墟でやってたみたいらしいんです。っていうのも、廃墟を調べてたら、ある一室が明らかに異常だったらしくて、墨で描かれた曼荼羅みたいな、よくわからん複雑な絵が描かれたでっかい張り紙が壁にあって、それ以外の壁も、いろんなお札っぽいのやら写真やらが貼ってあったんですって。匂いも肉の腐った匂いがかすかに残ってて。あ、ここだな。ってすぐわかったらしいです。で、もうわかると思うけど、その絵とかの雰囲気が、あの両親に送られてきたっていうお札の絵と結構似てるらしいんです。僕は直接は見てないです。あくまで探偵さんの話。似てるっていうか、雰囲気がどう見ても同じやつが描いたっぽい感じらしいんです。その場所は、もうだいぶ前に見つけてマークしてたらしいんですが、廃墟にいくつか監視カメラをつけて、ずっと毎日録画して、誰か来ないかチェックしてたんです。それで、最近とうとう誰か来ちゃったらしいんですよ。裸足でフラフラして歩く老人がビデオに映ってたそうです。病院の白い服みたいなのを着てたので、探偵さんが近くの病院とかを回ってビデオの映像を見せてみたところ、おとついそれらしい人をやっと見つけたんだと。でも、その老人が事件に関係があるのかないのか、まだわからないから、確認してほしいと。え？なんで僕が確認するの？何を確認するの？って思ったんですが、探偵さんは。とりあえずその人の顔を見て、あなたの率直な感想を聞かせてください。で、タクシーが着いたのは老人ホームの前でした。例の老人は、カメラに映っていた日に、無断で抜け出していたそうで、職員の人が見る限り、多分本人だろうと。探偵さんと二人でその老人がいる部屋、と言ってもたくさん人がいる相部屋なんですが、に行ってみました。ベッドの一角にそいつがいました。なんかつぶやいてましたけど、目の焦点が合ってなくて、地方症って感じでした。5メートルぐらい手前でそいつがこっち向いて、僕しばらくわかんなかったんですけど。あ、って気づいちゃって、それ気づいちゃったら、もう怖くて緊張で筋肉がギューって収縮して、探偵さんに、え、この人なの？って聞いて。そしたら探偵さんが、あーやっぱりかみたいな、なんとも言えない顔して、すいません。要するに、僕知ってますよね、この人。前に会ってますよね。そいつ用務員なんですよ。小学校の時の。あの、宇治川いた時に言いに行って。はぁ？って顔した用務員なんですよ。年取ってるから最初わかんなかったけど、絶対あいつなんですよ。探偵さんも、こいつの経歴調べて、用務員だって知った時に。あ、これはやばいかも。ってすぐ直感したらしいんですが、そいつが勤めてた小学校が変わるのと、行方不明の子のいなくなる場所がちゃんと符合するらしくて。しかも何年か前、老人ホームに入れられてから、この辺で猫の死体が出だしたのもちゃんと辻褄が合ってたりしてて、これは当たりかもって。でも、もうそいつ、完全にボケてて、会話もほとんど成立しません。自分の好き勝手なことばかり喋ってて、内容も意味不明なんです。元からちょっと、知的障害だったらしいです。子供の頃は全然知りませんでしたけど。結婚もしてないし、子供もいません。完全に一人者のボケ老人です。門脇さんって老人に呼びかけても、私は、アイアーシエアです。とか、何言ってるかわからないこと言うし、子供を誘拐したことはあるか、とかストレートに聞いても、ゴニョゴニョ、なんか呪文みたいなこと言うし、すごい不気味です。一番僕が怖かった彼の言葉があります。鶏が死んだ事件を覚えてますか？知らんよ、私。宇治が。二階やぞ、二階。ああ、捨てておけばよかった。ここから先は、完全に僕の妄想です。まず、用務員は鶏をわざと飢え死にさせたんだと思います。で、藤尾くんは何かの拍子にそれに気づいて、用務員に口封じされたのかもしれません。僕はあいつの、
2階やぞ、2階。という言葉がすごく気になってます。何が2階だったのでしょうか。絶対に僕の妄想なのですが、用務員は僕と藤尾くんがそれぞれ苦情を言いに行ったのを、同じ子が2階来たのだと思ったのではないでしょうか。僕と藤尾くんは背格好は割と似ていましたから、もしかしたら、あり得たかもしれません。それで、用務員は宇治に関係する何かをあまり知られたくなくて、藤尾くんを襲う決意をしてしまったのかもしれないんです。もしそうだとしたら、藤尾くんは僕の身代わりになってくれたのかもしれないんです。そんな考えが頭から離れず、最近本当に体調を崩してます。本当に辛いです。老人に会ったのはその一度っきりでした。もう会うことはないと思います。今後の対応についてですが、問題は証拠が何一つないことです。例のご両親の話では、今のところ、警察は以前よりは協力的になってくれていますが、子供たちの行方は知れないままです。探偵さんは、とりあえず用務員がこれまで住んでいた場所を徹底的に回って、何か痕跡がないか調べていくつもりだとのことでした。僕としては、もうこれ以上積極的に事件に関わるのはやめにしようかと思っていますが、探偵さんからの情報は、引き続き僕にも流してもらえることになっています。長文すいませんでした。もし読んでくれた方がいたら、この事件どう思われたか、感想を聞かせてください。俺自身の中でブロックされちゃってるから詳しいことは書けないけど、書けるところをちょっと。密教のとあるご本尊様だよ。元は異国の神だね。猫の供物もうなずける。子供を守る意義も少し持ってるんだけど、先に書いたように、多分西洋魔術的に改変されてるから、子供に対してどういう意味を持つかはわからない。パズズじゃないってこと？書いてあるご本尊様は密教系の神。ただし神戸じゃない。書式は古神道。塚古神道のおじだを元にしてる。書けるのはここまで。みんなに忠告。あの絵を見てちょっとでも気持ち悪いとか思ったら、深入りはやめとけ。知り合いに霊感がある人がいまして、彼の自称です。具体的なことは僕は知りません。そもそも、その人にオカルト板で相談してみるように言われてたんですが、その友人からこのスレを見たっていう電話が今日来ました。あのお札っぽいやつを、彼はこのスレで初めて見たんですが、彼曰く、ああいう危険なものは簡単にネットで晒すもんじゃないとか。晒すにしてもちゃんと注意を促してあげるべきで、無防備にリンク貼るなとか、結構きつく言われてしまいました。きついっていうか、かなり真剣な感じでして、彼の忠告を聞こうと思います。他の方がすでに忠告してくださっているみたいですね。なので皆さん、どうかあの写真を見るときは注意してください。何をどう注意したらいいのか僕には詳しいことはわかりませんが、何らかの覚悟を持ってみてください。なんか、僕が言っても全然説得力ない感じですが、とにかくよろしくです。あともう一つ報告がありまして、今日、探偵さんにこっちから連絡を取りました。探偵さんにはまだ2ちゃんに晒してることを言ってなかったんですが、一応今日承諾は取りました。ちょっと心配だった。情報収集と私の個人的な悩み相談を兼ねてると言ったら、一応 OK 出していただきました。こんなことうかつに知り合いには相談できないんです。ただし、調査の邪魔になることは絶対にやめてもらいたいので、地域を特定するようなことは絶対書き込んだりするなと言われてます。廃墟の写真も NG だと言われました。ごめんなさい。なんか、詳しいことは後日言いますが、あそこはまだ調査中なので今は完全に NG。と言われました。で、代わりと言ってはなんだがっていう流れで、前に言ってた手紙の2通目のコピー画像を、メールに添付して送ってもらいました。これは公開 OK もらってます。これは藤尾くんのご両親に来たものじゃなくて、別の家に来たもののコピーだそうです。友人にもメールで見せたんですが、これは多分大丈夫って言われました。霊がどうとかはあんま感じない、いたずらっぽいと言われました。私もそう思います。お札っぽいやつを書いた人と同じ人が書いたようには見えません。サナトリウムへ父が戻る。何も知らずにノックする。そうして恐ろしい獣との、思わぬ鉢合わせ。よかった父は結局、生きてもいないのだし、実際に箱の事件が、父に降りかかることもない。皆さんはどう思われますか？どなたか指摘されていた、知的障害のじいさんが、こんな絵描けるかなぁ。はすごく鋭いなぁと思ったのですが、確かに、あの老人が絵を描いたかどうかはまだわかりませんよね。僕の中ではすっかり確定事項みたいな気持ちでしたが、探偵さんは、まだその結論に飛びつくのは早いよ。と今日言ってました。この手紙は5年前のものだそうですが、
用務員がこれを書いた可能性も消去しきれてない。って言ってました。その話は僕は予想外で、え？そうなんだって感じで。僕の中で、事件を早く消化してしまいたいっていう焦りがあったのかもしれません。行方不明になった3人の子供について、皆さんから寄せられた質問にお答えします。まず、行方不明になった3人の子供にかなをつけることにいたします。14年前の事件、藤尾くん、男。5年前の事件、秀明くん、男。2年前の事件、明美ちゃん、女。誘拐されたこの年齢と性別には共通点はあるか。性別は上にある通りです。藤尾くんは5年生、秀明くんと明美ちゃんはどちらも2年生の時だったはずです。季節とかに共通点はあるのか。3件とも夏頃でした。業務員に身寄りは全くないの？母親が死んで以来、身寄りらしい人はいないそうです。親戚が一人もいないのかと聞かれると、そこまでは今はちょっとわかりません。知的障害は先天性か否か。程度は知りませんが、先天性だったと聞いてます。僕が小学校の頃はそれとはわからなかったので、生活を営む上ではあまり支障はなかったと思います。よく抜け出していたんじゃないの？よく抜け出してたということはないと思います。探偵さんは2ヶ月以上監視を続けて、やっと老人が現れたんです。そこら辺曖昧な書き方で、わかりにくかったかもしれないです。探偵さんは、お札っぽい絵を描いた人物と廃墟の絵を描いた人物とは一緒で、それは老人とは別の人物だと考えていると思います。おとつい、案にほのめかされました。探偵さんによると、2通目は今のところいたずらの可能性が高いと思うとのことです。まず、事件に直接関係のあることが何も書かれてないし。サナトリウムへ父が戻る。何も知らずにノックする。そうして恐ろしい獣との、思わぬ鉢合わせ。よかった、父は結局、生きてもいないのだし、実際にはこの事件が、父に降りかかることもない。これ声に出して読んでもらったらわかると思いますけど、妙に言葉が流れる感じがすると思いませんか。あと、最後の横線なんですが、これ僕は最初、ともない、を強調してるのかと思ったんですが、これ多分脱出記号なんですよね。普通手紙に脱出記号って使わないじゃないですか。だから犯人が他人に何かを伝える文章ではなくて、もっと内省的な詩のようなものじゃないかと。それと、一つ僕が強調しておきたいことがありまして、それは、まずこの3件の事件に、関連があるのかどうかはまだ本当はわからないんです。探偵さんの受け売りになりますが、客観的に見れば3件が共通しているのは、同じ地域での発生。正確にはちょっと違うかもしれないんですが、それはまた今度話します。被害者は3人とも小学生。大まかに言って夏頃、一定期間すると手紙が来た。ただし3通の関連性は希薄。っていう4点は共通しているものの、これだけで3つの事件が連続性を持っていると断言することはできない、と探偵さんは考えているそうです。彼はとても慎重な人なんです。現在、本気で3つの事件に関連があると思っているのは明美ちゃんのご両親だけで、探偵さんは一歩引いたスタンスで調査をなさってます。僕自身は、関連はあるとは思いますが、何かすっきりしないのも事実なので、ひたすら混乱してます。疲れてしまったので今日はもう寝ます。皆さん、このスレに関心を寄せていただいてすごくありがたいと思っています。何か疑問に思うことがあったら気軽に聞いてください。レスは基本的に家に帰ってきてからの夜になると思います。今日、探偵さんにまた会ってきました。いろいろ聞かせてもらいました。僕に教えてくれるイコールここに晒すの OK。まずいくつか質問に回答します。封筒の写真は持ってるかどうかわからないけど、探すのが面倒と言われました。僕がまた写真を撮りに行くこともできますが、ちょっと気が引けます。普通の何も書いてない封筒だったので、あまり気にしないでください。業務員のおじさんの年齢は65歳だそうです。車の免許は持っていたそうです。そのおじさんに面会しに来た人はいるのか。親戚の人がいたみたいで、その人が何回か来たことはあったそうです。いつ頃、その施設に入居したのか。これは前にも書きましたが約2年前です。業務員と絵を描いた人が別だと思う理由も知りたい。これは僕も今日初めてちゃんと聞いたんですが、老人の解体がすでにあったそうです。で、探偵さんがそれを見た限り、どうもお札を書いた人物と同じには見えないと。お札の絵が届いたのは、明美ちゃんが行方不明になってから半年後の2005年の冬。
その頃の絵と、老人ホーム入居後の老人の絵を比べると、同じ人物が同じ時期に描いた絵には見えないそうです。僕もさっきメールでファイルを送ってもらってみたのですが、僕もそう思います。で、結局じゃあお札書いたのは誰だよっていう話に戻ってしまうわけで、それがいたずらでしかなくて、老人と繋がらないとなると、手紙という事件を関連づける要素を一つ失ってしまうわけで、そこは探偵さんも結構渋い顔をしてました。もう一つ話があって、それは事件発生場所について、前に少し言いかけてたことなのですが、5年前の事件は、正確には同じ学区で起こったわけではないです。簡潔に言うと、秀明くんと秀明くんのご両親が夏に近くの山にハイキングに行って、小川の沢で遊んでいた時に、秀明くんが急にいなくなったそうです。というとこまでは僕もある程度知ってましたが、以下は今日聞いた話です。最初両親は、秀明くんが川にさらわれたと思って通報したそうです。なのですが、警察や消防が調べると、秀明くんがどのあたりで遊んでいたか、いつ見えなくなったかなど両親の証言に食い違いがあったそうです。さらに調べると、秀明くんが山に来ていた痕跡が見つからなくて、両親が怪しいって話になったんだそうです。結局は証拠もなかったので、遭難して行方不明のままっていう扱いだそうです。ですから、これが他の二つの事件と同列に語れるかは実は微妙で、だから手紙が送られてきたっていう関連が重要になってくるんですが、両親の語りもあり得るんだそうです。警察はこの件に関してはかなり消極的な扱いらしいです。これは余談ですが、秀明くんの父親は現在精神を病んでしまって、病院で療養しているそうです。母親は実家に帰ってしまったそうです。それを考えると、探偵さんはオカルトはあんまり信じない人ですが、2通目の手紙の内容がちょっと予言じみていて、皮肉だなと探偵さんは言ってました。目は覚めましたか？朝の準備をして、仕事や遊びに取り掛かりましょう。では、またねー。